動きも。ね、本当に、ね、普通の方でやると、そうですね。自分にとって居合道は精神がものすごく鍛えられて、型が決まった時も。すごく気持ちいいし、楽しくていいと思います。体と心は一つの如しというのが、理屈ではなく、自分で体感できるし、体現、体で表すことができるし、頭でも理解ができると。体と心、体と頭というのが一体になる感覚なんですよね。そこがやっぱり僕のやっているその実際に切る居合道の一番の醍醐味だと思います。